皆さん、こんにちは。今回は、ちょっと遠出した時に立ち寄ったハードオフに、いいものが置いてたので買ってみたよ。暇があればハードオフ行ってるよな。最近は、ジャンク沼にどっぷりハマってるね。ふふふ。いろんなジャンクパーツの修理動画も出していきたいよな。ということで、普通じゃないノートパソコン、です。いや、ジャンクってそういう意味じゃないわー。こちらは、富士通の、FMV、Vibro、NF、A55D、という、ありふれた 15.4 型のノートパソコンだね。CPU で言うと、コア通常の世代になるな。スペックは、セレロン、540。最大メモリ 2GB。ハードディスクが 250GB と、今だと正直このスペックでは、ウェブ閲覧でもきついかもね。32bit の時代の最後の方のパソコンだな。ちなみにお値段は、1100円。です。動作は未確認で、AC アダプタもない状態だったな。まあ、タイトルでバレてると思うけど、このノートパソコンの液晶パネルを使って、サブモニタを作成してみようと思います。動画で検証するときに、小さい画面だと使いやすいしな。本当は、解体の練習用に買っただけなんだけどね。まあお決まりの失敗をすでにやらかしているんだよな。そうなんだよね。スペックとか見らずに、国産のノートパソコンだから、解体は楽だろうな程度で買っちゃったからね。その前に値段に釣られてたけどな。それもあるね。スペックといっても、PC のスペックはどうでもよくて、液晶パネルのスペックなんだけど。まず、このすこぶる綺麗な光沢画面。動画において危険極まりないやつ。です。今回の撮影もかなり気をつけてたな。洗濯物とか私物とか映りまくってたからね。結構後で撮り直しとかしてたよ。編集でごまかしてるけどな。あとは、解像度が 1280×800 ということ。フル HD 以上の解像度が良かったので、もうちょっと慎重に選んでいれば良かったんだけど。買っちゃった後に気づいたし、探して見つかるかもわからないので、とりあえずこの液晶パネルを使ってやってみるよ。使うのは液晶パネルだけなので、ノートパソコンから液晶パネルを取り外していくよ。まずは、液晶パネルの周りにある外装を外していくために、6個あるゴム足を取っていくよ。このゴム足の下にネジが隠れているんだよな。マウスとかでもそうだけど、こんな感じでネジを隠しているところは多いよね。ゴム足は両面テープでついているだけなので、マイナスドライバーでこじ開けてみたんだけど、マイナスドライバーだと傷がつくので、ゴム足を再利用する場合は、プラスチックの棒なんかで取るといいかもね。こんな感じで取れるよ。そんで、180度展開してネジを取ろうと思ったんだけど、映り込みがやばいので。段ボールを貼り付けてやっていくよ。6個のネジを外した後は、手でカバーの部分を無理やり剥がしていくよ。画面の上の部分と、左右の部分はそこまで力がいらないんだけど、下の部分は結構硬いので、強めに力を入れて剥がしていくよ。古いパソコンだと、爪が折れやすくなっている場合もあるので、慎重に外した方がいいかもね。今回は再利用はしないから、遠慮なくやってるけどな。カバーの内側にも、液晶パネルを固定している四隅のネジがあるので、プラスドライバーで外していきます。結構小さいから、ネジ山を舐めないように注意してな。液晶パネルの裏側には、液晶用の配線と、バックライト用の配線があるので、キーボード側に液晶パネルを倒してから、それぞれの配線を外していくよ。ここで、天板部分を持ち上げていたけど、全く意味ないので真似しなくていいからな。ふふふ。まずは、バックライトのコネクタを外していくよ。前回使えなかったんだけど、このコネクタ抜きを使えば。こんな感じで、意外と力はいるんだけど、コネクタを簡単に引き抜くことができるので、ご家庭に一つあると便利かもしれないね。普段はあっても使わねえだろ。液晶パネルの配線は、テープで固定されているので、まずテープを剥がしていくよ。このテープは結構粘着力が強いから気をつけてな。テープは再利用できそうだけど、間違ってティッシュと絡まったので、めんどくさくなって捨てちゃいました。絶縁テープとかでも代用できそうだけどな。テープを剥がしたら、あとは引っこ抜くだけでコネクタが取れるよ。
抜いた時のコネクタの向きを覚えておくといいかもな。液晶パネルの交換や、外部モニター下でも、このコネクタは使うので、コネクタの向きはよく見ておいた方がいいよね。間違って裏表を逆につけることはなさそうだが、線が結構細いからな。外部モニター化するためには、LCD コントローラー基板という製品が必要になるんだけど、液晶パネルに合った基板を買わないといけないので、液晶パネルの裏側に記載している、液晶パネルの型番を使って調べていくよ。今回の液晶パネルは、N154i5L01 だな。i なのか1なのか、紛らわしい型番もあるので、気をつけてね。液晶パネルの型番をゲットしたら、panelook.com で、液晶パネルの詳しい内容を見てみるよ。この検索部分に型番入れると、液晶パネルの候補が出てくるので、それをクリック。すると、クリックした液晶パネルの詳しい内容が表示されるよ。LCD コントロール基板に必要な内容なんだけど、まず、液晶パネルのインチ数。この液晶パネルだと 15.4 インチですね。続いては解像度。1280×800 の WXGA。次に照明のタイプ。メモるのは、1、PCS、CCFL の部分。最後に、接続ピンの数。メモるのは、30ピンスの部分。この内容をもとに、Amazon や AliExpress で、LCD コントロール基板を検索していくよ。今回は、Amazon で一致する基板を見つけたので買ってみたよ。メーカーの標準部品とかではないから、正直動くかどうかは試してみないとわかんないな。とりあえず、検索した内容に一致した基板で試してみて、動かなかったら返品しかないかな。LCD コントロール基板が Amazon から届いたので、早速試していくよ。お値段は、3905円、です。言い忘れてたんだけど、LCD コントロール基板には、AC アダプタがついてないので、これも Amazon で買っておいたよ。LCD コントロール基板の詳細説明に、AC アダプタについて書かれているので、それを参考にしてね。ということで、LCD コントロール基板を開封していくよ。結構ちゃんと綺麗に梱包されててびっくりなんだけど、正直いつもの中核オリティだと思ってたからな。なんか裏切られた気分だよ。そこは喜ぶところだろう。説明書を読んでもよくわからなかったので、あくまでマミとの個人的解釈で解説していくよ。この基板はバックライト用の基板っぽい。液晶パネルのバックライトのコネクタ部分が、ちょうど入る箇所があるんだよね。IC とか見ても、何をしているのかがよくわかんないんだよな。こっちの基板は、液晶パネルの電源や、設定のスイッチだね。基板部分に説明が書いてあるから、これはわかりやすいよな。最後は、出力端子や電源端子がある基板で、液晶パネルの30ピンの線も、この基板についているね。別々の基板になっているのは、自由に配置できるようにしているんだろうな。今回買った LCD コントロール基板は、HDMI、DVI、VGA の映像出力端子がついていたんだけど、正直 HDMI のみにして、もっと安くしてほしいんだよね。VGA はまだしも、DVI とか使わないからな。まずは、バックライトのコネクタを接続していくよ。さっき出てきた、バックライト用と思われる基板に、液晶パネルのバックライト用のコネクタをはめていきます。この液晶パネルのバックライト用のコネクタは、二股になってるやつだな。すべての液晶パネルがそうなっているかはわかんないけど、このコネクタをさせそうなのが、ここしかないんだよね。こんな感じ、です。液晶パネルの線もつけていきます。もともとついていたコネクタの向きと同じになるように、合わせてから差し込んでいくだけです。コネクタの部分も結構細いので、差し込むときは、あまり力を入れずに、ゆっくりやった方がいいと思うよ。コネクタを差し込んだときには、パチッとか音は出ないので、させたのか不安になるんだよね。刺さってないときはすぐ外れるからわかると思うけどな。あとは、AC アダプタをつけて、HDMI ケーブルで PC と接続すれば、準備完了。まずは液晶パネルの動作チェック。とりあえず電源入れた時の、ノーシグナル、を確認。正直、液晶パネルが反応しなかったらマジでどうしようかと悩んでたからよかったよ。ノートパソコンとしての動作チェックができてなかったからな。
Windows も無事起動。結構使い込まれていたのか、視野角がかなり狭い気がするけど、まあ映ればいいので大きな問題ではないかな。あとは解像度がもう少し大きければよかったんだけどな。やっぱり 1280×800 で表示されているみたいだね。おいー、フル HD の設定できるみたいじゃねえかー。これもしかして外部モニターだとフル HD できるとか？できてるっぽいー。なんだこれ？最高じゃねえかよ。公式のスペック表だと、確か 2280×800 なんだよね。このディスプレイの内容は、あくまでノートパソコンのスペックなんだろうな。でもそれだと、パネルック .com で、フル HD として出てきてもいい気がするんだけどね。そこら辺はよくわからんよな。ということで、使わなくなったノートパソコンの液晶パネルを再利用するために外部モニター化する動画でした。今、メニューの部分を試しているんだけど、普通のモニターのメニューとあまり変わらなかったので、あえて解説する必要もないかな、と思って省いたんだけど、LCD コントロール基板によっても違うと思うので、気になる人は、実際に外部モニター化して試してみてね。ということで、今回はここまで。また次の動画で会いましょう。バイバイ。